ちょっと大事なご相談があるんだけど、前の神様、フィリップ神様、どこにいらっしゃるってるんで、どこに行ったんですか？フランス。なんでフランスに帰ったのか分かりますか？その話はどこから聞いたんですか？でも、あの時は、私来た時のが2021年の11月28日でした。じゃあその連絡が来たあの時は、フィリップ神様は函館ではなくて、八雲ではなくて、帯広に行ったっていうこと。じゃあ勝谷司教様とか他の神父さんからフィリップ神父様の帰った理由は一切も分かりませんってこと。それって皆さんはそういう事件はフィリップ神父様ってパリミッション会の神父様と分かります。パリミッション会の人が札幌局に2回目の突然フランスに戻ることになってる。それって多分知ってると思います。フィリップの前はエムリック神様という、その方も2011年は突然フランスに戻ったけど、2人とも突然フランスに帰るのがおかしくはないですか？なんか皆さんがもうちょっと詳しいことを知りたくないですか？パリミッション会ってどういう意味か分かりますか？じゃあ一時期はオール神様がいたでしょ、うん、今は帯広に行ってるでしょ、うんうん、でその後がエムリック神様、うん、いや違うな、それ嘘です。エムリック神様は日本の札幌局の信者さんと男の信者とセックスしてトラブルになって、エムリックさんはクビになってフランスに戻ったら他の男の人とセックスして、今はフランスの裁判をかけてるところです。なんで今私話をしてるかというと、エムリックは関係ないです。実はフィリップは関係ある。なんでフィリップ帰ったか私は知ってる。11月あの時はすごく幸せでしたでしょ、まあ、皆さん私も4ヶ月後フィリップ神父様は私にレイプしました。なんでそれは教会は勝谷司教様とかパリミッション会はそれを隠しているのが私は許せませんですよ。私もカトリックですよ。私の妻、私の子供もその話を聞いたら教会も行きたくないとか、誰を信じればいいのか。なぜかというとフィリップは私の、日本語の言葉ちょっと忘れたんだけど、許しの叱責っていう国会ですね。国会、私の国会を聞いた上で、私が ADHD の人、普通の大人と、まあ背が高いけど脳がちょっと弱いです、に見えないけどそうです。フィリップ神父様はそれ全部知ってた。で、2022年の6月30日、帯広の教会、彼の教会の上で、セクハラしてて、でも笑われて、例えばあの方は神父様、とてもリスペクトしたいじゃないですか。どういうことを してるのか、相手は神父さんなので、もちろん、おかしくないそんな質問、そんなやり方、なんで突然裸ん坊で出てくるとか、おかしくない？そんな話を、そんなことが何回もあって、でその後は神父様が私にレイプした。セクハラとまた違うですよ。
で私が僕の言葉が足りない、フランス語の言葉しか知らない、まあフランス語ではエンプリーズと言います。私が神様にとても信用してた、その相手が。なのでフィリップがまずセクハラしながら私に、俺がゲイです、ゲイって分かりますか、僕はゲイです。はゲイ、いやあなたゲイじゃない。でもあの後から分かったんだけど、教会の中にいる神様がゲイの人もいるし、ゲイじゃないの人もいるし、まあ、内緒でいろんな人とセックスする神様もいる。それは私は知らなかったんです。あの教会が 100% きれいだと思ってた、まあ、変なことをする時があるんだけど、そこまでなるのが知らなかった。なのでフィリップ神様が俺がゲイって言ってて、でそこから1回目、2回、3回私にレイプして、そのあった事件は18ヶ月前にあった事件です。その時からフランス、日本、全国あちこちその話を言ってる。なぜかというと教会それを隠そうとしてる、パリミッション会もそれを隠そうとしてる。そう、でもそれがパリミッション会は皆さんその理由を使ってそれで大丈夫、まあ信者が、まあ、信用、信じない、安心して、まあまあまだ人間だからしょうがないじゃないか。でも実はそうじゃないですよ、そうじゃないですよ、違反なことをしてる。でもっとひどいのが、私は日本に住んでる、あった事件は帯広と知床なのに、フィリップ神様は日本もいないですよ。すぐフランスに戻って、私日本で裁判などをあのかけるのができないし、神父様に助けてください言っても、いや日本の教会は関係ないです、パリミッション会の責任です。そう、私がいろんな、あの私あの鹿児島に住んでる、鹿児島の神父様に助けてください言っても、鹿児島の中野市長様が私に怒り出してる、怒り出した、日本関係ないんですよ、日本関係あるよ。パリミッション会は日本に責任者がいる、実はオール新さんです。その事件を伝えたら助けてあげる、まずフランスにおいで、でも日本に住んでる。なので私が信じてフランスに帰ったら、私の話を聞いた後に、まあ表現だけどパリミッション会の、ドアを閉めた。結局助けてくれないですよ。そこから私また日本に戻って、18ヶ月前からメディアに伝えてて、テレビ、ラジオ、新聞や雑誌やらに伝えてます。なぜかというと、さっき言ったようにフランスの教会、パリミッション会、日本の教会、その話を隠したいです。パリミッション会はエムリッシンさんとフィリッシンさんだけではなくて、実はパリミッション会の中では他のワルシンさんがいて、他の人にセックスをしてしまって、今パリミッション会がとても大変な国になって、実は新学生の時に彼の先輩がフィリップをセックスのおもちゃとしてフィリップを使って何年かけて、今は司教様になって、その方が、その方が、で私がとっても苦しくんでるので、しょっちゅう YouTube とメディアと事実の話を言ってる。